はい、こんにちは。こんにちは。ニューヨークファンクフィジオの高田川です。今回はですねえー。3代目柳屋藤三郎師匠に来ていただきました。どうも道三郎でございます。うん、ザブちゃんと呼んでください。<laughs> ザブちゃんです。で、今回、えー、まあ、えー、日本からわざわざこうアメリカにですね。ビザを取ってアメリカまたは世界中でですね。この落語日本の文化を広めようということで、えー、こっちに来られて、まあ、たまたまえっ、ー、と円でですね。 知り合ってですねこちらのファンクフィジーの方でも落語をやっていただけるという話になって今回3回目になっております。で日本では大活躍されてですね日本で文化庁芸術祭の大衆芸能部門の新人賞まで受賞されてですね日本ではちゃんとした経歴があって落語の世界としては 第五回では、ねあのー、活躍されてたんですけどそこからいきなり突然、家事を変更してです、ねはい、ニューヨークに来るというなんかちょっとあのぶっ飛んだね経歴があるんですけどもその辺についてちょっと話を聞いていきたいなと思ってるんですけども、はいはい、まず第一にその日本でのちゃんと経歴があって、はいえー、ちゃんとした、ね、バックグラウンドがある中で、はい、突然のようになぜこのアメリカに来ようと思ったんでしょうか、ね。そうですねまずあのー えー、3年ぐらい前かな2年ぐらい前から日本人が経営する語学学校の CM の仕事をちょっとやってまして柳家東三郎として語学学校の授業を受けたりですとかねあとはインターネットの講座を受ける、うん、モニターをやってエッセイ書いたりですとかーホームページに載って宣伝するって仕事をしてたんですけどそれでその学校はセブ島に、えー、と語学学校を持っていて。うん 社長さんの方から一度師匠セブ島で留学してみませんかといきなりセブ島だったんですね <laughs> それで落語家なんですけどまあそううでしょ古典、ねえー、落語にやっぱり英語の単語って出てきませんので、はい、ポロッと普段使っているところ芸に出ちゃうので、はい、いけませんよって言われている中で僕はまあ英語の興味があったのでやらせていただいている中で結局セブ島まで行くことになってですね セブ島で大学生や社会人の方に混じって最初2週間留学したんですよ。1>, <う>1日8コマ50分を8コマ、ね、それを週5の、えーまあ、2週間だったんで、はい、結局その10日間ですね10日間かけ8コマ80コマやった段階でですねなんかより英語をもっとしてみたいと。でまあ落語家ですから。 英語で落語をやっっててててみたいなっていう気持ちがどんどんん出てきてこれをその社長さんに今度行ったらじゃあ来年の学生さんが少ない時期にまた招待しますんであの2月に来てみたらいかがですかとでそこでうちの先生とかとこの環境で英語の落語できるような感じにしてみたらどうかと言っていただいたんでもう行くことに決めてですねな、うん、なるほどなるほほどどニューヨークの友達にこういう計画があるんだけど。 ちょっとニューヨークで落語できないかなって軽く言ったらですねどんどん話が広まってしまいネットでも拡散されてしまいトロントニューヨークでいつですか去年2018年の2月から3月4月にかけてトロントニューヨークで公演すると。 なるほど。いきなり決まってしまっても、ちょっと行ってこいみたいな。行って来いみたいなね。ちょっと興味なんですけど、成り行きえ日本の落語界の反応ってどうなんですか。行ってこいよっていうのか、いやちょっと待てっていうのか。いやあのね最初何にも反応なかったんですよ。まああいつは一旦行ってくんだろうってそういう方はいらっしゃるんで、実際アメリカの各地で落語会行われてますけど、ただ僕の場合は。 まあ英語で自分であの翻訳をしてやるっていうのがちょっと違いましたけど、うんはい、まあ他の人たちは一回って帰ってくるぐらいのもんだろうと思ってたら僕がそのニューヨークおよびトロントでまあ20公演ぐらいやらせていただいたんですけどもうその気になっちゃってですねもう帰った時にはもうニューヨークに住みたいって気持ちで帰ったので相当周りが驚いてですね「これはなんだこいつは」と「一回って終わりじゃないんだ」 で、うん、師匠とおかみさんにも「僕はちょっとニューヨークに住みたいんですと」とドキドキしながら入門以来20年経って改めて師匠とおかみさんに土下座してちょっと日本を離れて活動の場をアメリカにしたらうちの師匠が「 まあ落語のちっちゃい村じゃなくて井の河津じゃいけないからうん、うん、アメリカに行ってやったらどうだと<ー>、はい、言っていただきまして、ね、あまあ師匠のそういったこうご理解力もやっぱううちの師匠は落語だけの人なんです僕らにも落語をやりなさいっていう考え方なんですけど。はいうんうん 案外なんか理解を示してくださってですね。うん。あ、すごいですね。はい、なんかよくね、相撲なんかでもやっぱね、海外公演とか、まあ、何回かで終わって帰ってくるというパターンがあります。はい、もう今回はも。定住して。いやそうですね,ういうね。なんか素晴らしいですよね。ねきっかけはね、うん、やっぱりその最初来た時に。もっとね、なんかこう落語って知られてるもんだと思ってたんですよ。よ<ー>今割と日本では、あの。落語のブームになってまして。はい,はいはい。若い子にも結構人気があるので、そのイメージだったんですが。 その相撲とか歌舞伎に比べるとこの落語の認知度っていうのが非常に少ないというかもうゼロに近かったのでこれはちょっと悔しいぞと落語やってる身としてはこんなに素晴らしい文化が知られてないっていうのはちょっとねやってる身としてはもったいないと言いますかねいそれでねちょっともうだったらもう住み着いてと言いますかね実際まあ永住のビザじゃないんで3年間ってまあ最初はね今 限定で延長って形になると思うんですけど、うんはい、とにかく住んでみてその土地に入っていかないと染みついていかないんじゃないかと。うん、いやその通りですよね僕も、えー、あのまあアメリカ20年近く在住してますけれども、えー、まあ相撲だとか寿司だとか、はいはい、なんか日本文化でちょっとずつやっぱこう広まってる感はあるんですけどだから先生のところでやらせていただいて毎回こうお客さんが伸びていくのが、うん、まあ 落語っていうのは『焦点』のイメージしか知らなかったのが実際僕は一人こうやって座って物語をやった時 <laughs> ここですごくウケてるっていう時に口コミでどんどん広がってると思うんですけど。はいうん なんか日本人でも落語を聞いたことなかったのを、うん、この高川先生のところのファンクビジオで初めて落語を聞いたよって方が今ニューヨーカーでたくさん出てきて <laughs>、ね、面白いと思うんですよねあのそうですね僕私自身もね恥ずかしいながらあのテレビでしか見たことはなかったんですけども、はい、それこそさっき言った『笑点』の世界が落語だと思ったので、はいまあ、落語がその一人で、ね、情景から。 えね、何人もの人を演じないといけないって、はい、そういう、ね、常識的なことも知らなかったのででもそういう方いっぱいおられるんでねやっぱりそういうとこからちょっとずつちょっとずつ火がついてくれば本当にいいなと思っててですね来られてやっぱり、ね、日本と全然違いますしいきなりポンときてアメリカでの苦労話って先生のところでやらせていただけるのが本当にありがたいんですが。 例えばもう僕は真打ちに日本ではなってて何年もしてるしそういったさっき、ね、言っていただいたように賞やなんかをいただいてますのでもう今、もう昔のように入りたての頃のように自分から営業に行って例えば居酒屋さんとかに行ってとかお店とかに行ってやらせてくださいってことがちょっとなかったんですね。 えーと例えば寄席であるとか大きいホールに呼んでいただくとかって時には僕はもう着物だけ持っていくと<ー>もう何百人もお客さんがいらっしゃるところで僕が出てって落語をやるだけっていう状態だったのが <laughs> 今ニューヨークに来たらやるところがゼロでしたのでまだ4か月しか経ってませんけど、うん、先生のところにもねこう最初に。えー、あの ある人からご紹介いただいて先生いかがでしょうかっていう時もこう座布団持ってきてここでできますのでぜひとかああいう営業をですねここをしばらくやってなかったことを方々でマンハッタン含めアメリカ中でやってるこれがねなかなか苦労ですねいや、えー、なるほどなるほどそうですね普段ねその落語家になる方ってその営業を勉強するわけではないじゃないですかです、ね、やっぱりこう、ね、若い頃はやってたんですけどそれが自然ともうね定着してたりとか、うん ああとはま代々続いてるところに呼んでいただくとかっていうパターンになってくると自分かかかからこうですねね新しいなななったんよ今すごくね何十年か前に戻ったような新鮮な気持ちでやってますけどまあでもその会もあってこの4か月間なんかいろんな大学とかでも講演されていろんなねそのインスチュートみたいなところで講演されてってどん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 こうね大学でもなんかお知見作りましたみたいな大学が増えてってすごいな と思うんですよね、えええー、まあ今後ねやっぱり今どんどんもっと英語での落語っていうのはい、ちょっとチャレンジしていかれると思うんですけれども、ええまあ、落語ってもともと日本語じゃないですか日本,です、ね、日本の文化で、はいえー、やっぱり日本語に基づいたこう笑いだと思うんですよ、はい、それを英語に直すっていうのはすごい難しい作業だな、ね、と思うんですけどどうですかその辺。ただですね まあ僕がちょっとね大きくそのイノベーションとまで言わないけど、うん、今までの英語落語と明らかに変えていることがありまして、はい、それは今までおよび今やってる方は全部あの古典落語っていうものを例えば「木吉」が出てきたら佐々木氏「定吉」「さんが出てきたら「さんってそのまんま時代も江戸時代だし。 名前なんかもそのままこう移し替えるっってうう作業だったと思うんですねそれを今僕は、えー、全部現代のニューヨークっていうところに場所を変えてですね登場人物のスティーブであるとかジョンであるとかっていう人が出てきて古典落語だとこう移動するのがカゴとか、はい、なんか歩いたりするところを、まあ、僕はこう手ぬぐいがもうスマートフォンになってですねウーバーを呼んでウーバーで移動するとか。 風景の描写が山とか町とかするんじゃなくてもうトランプタワーニューヨークだったら出てくるとかなるほどで古典落語に通じてるこの人情みたいな人の気持ちで笑わすところとかっていうところはそのまんま残して全部あのアメリカおよび、まあ、ニューヨークならニューヨークサンフランシスコ行ったらサンフランでやるとかねそういうふうに変えて現代性というか共通点を生み出していこうと。 それは。これはね、画いしいですね。そういうこと、画期的ですよね。ね逆になんか、日本の人がね、この現代風落語とか、なんか始めちゃったりしたらまた面白いかもしれない。だから、ね、そういう点で、頑張ってるからか。割と、うん、評判が良くと言いますかね。はい。その、すごく多感な大学生。 の前でやっても結構受けてんですよね。<ー>結構、はい、ってかまあ受けなかったことが逆にないぐらいすごく喜んでくれて、今ほぼ読んでいただいてますね。あのそうですね素晴らしいですよね。はい、なんかやっぱり今の若い人たちにね逆にその江戸時代の話で言ってもちょっと入りづらい部分が、はい、ねスマホ出てきた。 ウーーバですすねそうなででんか僕なんか何回かね2回今回3回目なんで2回聞かせてもらいましたけどやっぱりこう起点の速さがすごいですよね現場で起きたことをちょっと飲み込んでそれを話に変えてしまうっていう。それはやっぱり今日もこれからねまあやりますけどいろいろねそのライブの良さで携帯電話が鳴ってそれをいじったりとかですね。 まあそういうのはやりますねいやでもそういうのは本当なんかあかすごいなってこうね、はい、アドリブじゃないですけどそれをまたちょっとこう,うまくその話にね取り込んでい,って,いんでってその話の流れが壊れないように。 前回なんかもね,ねお子さんがいたらちょっとお子さん向けになんか、うん、お子さん向けの「ハリー・ポッター」のギャグ入れたりとか <laughs>、うん、そういうのを少しずつやったりとかです、ね、そういうのはだからまあ古典的なところでやっぱりこう、はい、逆に言えばタブーなのかちょっとどうか知らないんですけど、うん、まあまりやらないでなんかど、ええ、でまああの「ファンクビジュン今回3回目なんですけど、はい、まあテーマが「 笑いと健康、はいまあ、やっぱりあのファンクフィジオはそのフィジカルセラピーってクリニックなんですね健康を促進する、まあ、例えばか首が痛い肩が痛い腰痛だとかそういうところはもちろん治したりけがはあの治療したりはするんですけれども、まあ、それだけじゃなくてやっぱり今人生100年時代、えー、いかに アクティブにこう健康に、えー、怪我なく痛みなく生き抜いていける体を作っ,てくれるあ作っていけるかっていうことにすごい、えー、重要視をしててですね、はい、まあ今からこう例えば40代50代、まあ、60代ぐらいがやっぱキーだと思うんですねそのあたりでやっぱりその将来80歳90歳になっても動ける体をちゃんと土台作りをしていこうっていう中でやってる国なけ、はい、なんですけどやっぱりその中で笑いっていうのも一つすごい大切な、はい コンポーネントなんですね。はい、やっぱり健康と笑いっていうのはね、まあね、笑いの角には福着てあるとか。はい、昔から言われますけれども、やっぱりこう笑いって、このね、人生を豊かにする中の一つの、はい。コンポーネントだと思うんですよね。ねなんで。あのね、病には気からって言葉もありますよね。はい、それで、落語で笑うと、まあ、こう気持ちが良くなる。で、うん、落語家っていうのは、縁起を担ぐ商売なんですけど。はい、お客さんには必ず気持ちよく帰ってもらいたいってい心持ちが根っこにあるんですね。うんはい、それで。 これよく我々がテクニックというか教えでよく言われるんですけど、笑いが生まれる作用っていうのはすごく緊張させといてふっとこう緩和させた時に笑いが生まれるので緊張の緩和っていうことを言われるんですね。うんはい、だからやっぱり笑った時は例えば体の力が抜けるとか筋肉の力が抜けるってことで普段こうちょっと凝り固まってたところとかもね、うん、こう緩むと思いますしね。はい、またそれとまあ先生のようにこう施術をすることで。うん うまく効果も出ると思いますしだからその笑いっていうのとこう施術をするっていうかそれはすごくねなんか近いところにあるような気がしますね。 そうですね。もう、えー、笑いってね本当にあの何だか単純にそのねあのさっき言って緊張してふっと抜けたっていうそういうリラックス効果もあると思うんですけど、えー、単純に笑う時ってすごいこういいコア筋だとか体幹の筋肉を使ったりす,、ね、するんですよ。腹筋使ったりしますもんね。笑ね下手にこういう腹筋するよりもよっぽど笑った方が骨盤底筋も締まるし、内側の骨盤底筋も骨盤底筋もちろん大切ですよね。ぐっ、えーえー、と上がるし、ねこの辺のコアの内側のこう腹側筋みたいのもぐっと締まるし、なる肋間の筋肉とかも締まるし。もうもう肉 で、ね、もう肉体的にものすごい動くんですよ。ね、やっぱり横隔膜も緊張と。はい

中のこうちっちゃい骨とかもやっぱ動くんでだから笑うってそういう意味でもねフィジカル的にもすごい大切なことだと思うんですね。さっっき言った緊張と リラックスじゃないですけどやっぱり今現代特にニューヨークとか東京とかねもうレかストレス地下鉄乗ってるとみんな怒ってんのかなみたいなやっぱりそういう時代だからこそこういう笑いがポンって投げかけられるとすごくいいんていうんですかね落語がこうんていうか人をあんま傷つけないといいますかねのんびりとした時代ののんびりとした話の誰も傷つけないいい笑いだと思いますよ。だかからら子供ご老人まで いただいて全くがないですし。いや、そう、ね、もうザブちゃんバカだなぁ、面白いなって言って帰ってもらうっていうのはね。いや、それ素晴らしいですよね。えー、やっぱ笑いもね、やっぱ人を陥れるような笑いだったり。ちょっとね、はい、あんまり面白くなかったりしますしね。 ただね、さっき言ったように、落語っていうのもこう、みんなが笑えて、誰も傷つけない笑いっていうの、本当にこう。はい、うね、人生豊かにすると思うので、はい、まあ、今後ともね、あのー、まあ、ぜひぜひ、あの、定期公演で。やっていただけきたい。でね、<laughs> 今、やらせていただいてますんで、ぜひね、ね今後も。どんどん増えてきちゃう、ね、増え回公演になるから。<や> <laughs> それはもう先生が大変なんでね。<laughs> 一回でいいんです。いや、でも、ね、えー、あの、まあ、本当はね、例えば。 ちょっと、ね、狭いスペースで逆に言えばね、ええ、あのすごい臨場感とのこ,のこのスペースでこの人数でこのラグを聴けるって <laughs> 多分世界中探してもないのかなっていうぐらいの勢いなんでまあ、ね、もちろん東京ドームとか。 なんていうですかねあの武道館でやるのもいいと思うんですけど <laughs> やっぱりねうもう落語はあの距離でねだもう僕が飛ばした唾がくっつくんじゃないかっていうぐらいお客さん近いところにいますからねいやでもだからこそこう迫力もあって、えー、なんかもうほんと落語界のこうインディーズ劇場みたいなところになればね<う>面白いなと思うんですけどもうみんなで作ってる感じですねかお客さんの笑い声なんか表情も僕が全部見てそれを受けてのセリフの開始だったりするっていうその生のライブを皆さんと一緒に作ってくっていうねあすいこの感じがね,ねやっぱ一番楽しいですねこちらは。いやこっっちもそう言ってた タ、えーゲね本当にこのまあねね25人とか30人ぐらいの規模なんですけど、はい、それがやっぱり大切になかこうねやっていければと思うので、でね、またこうねニューヨークでどんどん活躍してもらっていてもですね、はい、もしかしたらそのジブロードウェイで喋ってるかもしれないですけどこのブロードウェイでやろうがこちらはやらせていただきたいんですよね。<笑><笑>このちっちゃいのをね、はい、忘れないようにしていただけたいです、ね。ぜひ,ぜひ今後とも今後ともよろしくお願いします。ますどうもありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。